アらみなさん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファミリーマートが楽天ポイント、D ポイントに対応へ、ファインペインとの連携も可能にということで、今回はファミリーマートとファインペインのことについてサクッとお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目はこちら、今回2019年の11月の26日からファミリーマートにて、ツタヤの T ポイントカードに加えて、なんとドコモの D ポイント、そして楽天の楽天スーパーポイントを貯めることができるようになります。いや、これファミリーマート利用される方であれば結構嬉しいニュースなのではないでしょうか。 ま、実際のところ、あまり T ポイント自体僕自身は貯めてもあまり利用する場面っていうのがなかったんですよね。なんですが、ま、今回この D ポイントと楽天ポイントの2つが対応するっていうのは利用する幅っていうのが広がりそうな気がしますね。で、今回この D ポイント、楽天スーパーポイント、T ポイントを提示した場合の還元率なんですが、ま、出てる通り200円で1ポイントということになるので、ま、ポイントの還元率は0.5%となります。もちろんこの溜まったポイントでファミリーマートでのお支払いは可能ということになりますね。 そしてタイトルやサムネにもありましたが、同じくサービスが開始する11月の26日からは、なんとファミリーマートが提供するファインペイと、先ほどお伝えした3社ですね。D ポイントと楽天ポイント、T ポイントと連携が可能になるんですよね。まあ、これ素晴らしいですね。まあ、確かにファインペイで決済するときは、毎度スマートフォンの画面を切り替えて T ポイントカードを出していたんですが、若干それが不便に感じていたんですよね。まあ、それが今回このアップデートで解消されるということで なななのでまあかりり便利にはなりますねそしてこちらの画像のようにファインペイとポイントカードの2回のスキャンから解放。ファインペイ一発が実現しますということですね。ファインペイ一発ということでイラストがちょっとアレな感じなんですけども、結構スマートにこれでお会計ができますね。 公式ページにもあったんですが、実際の連携する際の画面遷移はこんな感じになってます。まず、ファインペイのアプリを開いたら、ホームの下の方に、このようにまあ D ポイント、楽天スーパーポイント、T ポイントと登録すると表示されるので、まあ、実際にそこをタップしたら、どれを登録するのかっていうのを選択する画面が出てきます。まあ、ここでは D ポイントとの連携が例に出てるので、そこをタップしたら専用のアカウントログインに切り替わります。そこでもろもの情報を入力したら、今画面に出てるように緑色の、 チェックマーク。これ D ポイントカードの場合なんですけども、これが入った場合は連携が完了ということになります。そうするとこんな風にファインペイのホーム画面に D ポイントの残高も表示されます。まあファインペイといえば少し前に動画でもお伝えしたんですが、こちらの7社7つのサイトでもオンライン決済が可能になったということでしたので、まあここ最近になってほんとファインペイのサービスっていうのが徐々に増えつつある傾向ではあります。 けれども、個人的にちょっと気になるのは、無料送金アプリのプリントを連携する話も、ファインペイのサービスが開始した当初は出ていたんですが、あの話はちょっとどこに行ったのかっていうのはちょっと気になるとこではあります。で、ちょっとファインペイの話は以上なんですけども、ちょっとコンビニに関連して、先日ちょっとしたムムムと思った出来事がありました。これ僕のツイッターでつぶやいてるんですが、これ今出てる通りなんですけども、ちょっと読み上げると、朝のローソン、スーツの男性のお会計にて、スマホで D ポイントカード提示、 そして、ニコニコ現金決済。現金決済 スマホに D ポイントカードを入れてるならキャッシュレス決済の方がスマートなのにチャージしてなかっただけかな昨日に引き続き2連チャンで同じような人を見かけましたということでした。まあ、ちなみにこれ2日前の出来事だったんですけどもなんだかんだでこのような感じの方っていうのはちょくちょく見かけます。コンビニって割かし一つ一つの商品の単価が高いので100%キャッシュレス決済の方がお得なのにやっぱり現金決済の方を見かけるとおおって毎回になっちゃいますね。まあ、スマホにポイントカード入れる能力があるならペイペイとか入れると便利だよっていうのを 心の中で訴えかけました。 ま、コンビニの場合は、今出てるような赤いポスターですね、キャッシュレス消費者関係の2%の即時割引もあるので、ま、コンビニでお買い物するならポイントカードプラスキャッシュレス決済を利用すれば、ある程度はお得になるので、これに関してはやっぱり徹底したいところではありますね。そんなこんなで今回はファミリーマートが D ポイント、楽天ポイントに対応するということと、コンビニでのとある出来事についてお伝えさせていただきました。一応下の概要欄に今回参照したファミリーマートの詳細情報が載ったページのリンクも載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。い 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました